三津崎 TV。 はい、どうもこんにちは、三津崎 TV の三津と林です。はい、今日はですね、ギャロップステップについてね、解説をしていこうかなと思います。まあ、ギャロップステップね、もう知ってるしできるよっていう方もね、いらっしゃるかと思うんですが、どのタイミングで使うかがすごく重要になってくるかなと思います。まあ、どんなスキルももちろんね、タイミングすごく重要なんですが、このギャロップステップに関しては、タイミングをつかめていないと全然使えないっていう状態になります。まあ、ギャロップステップを今動画を見ていてできないよっていう方も、もちろん半どうなんだろうな、ちょこっといるかもしれないんですけども、なんか練習中では別にできますとね、なんだけど試合中にギャロップしたことねっていう人多分結構多いなと思います。で、ギャロップステップって一回タイミングをつかんでしまえば、すごく有効な技になってくるので、ぜひね、今日の動画を見て次の練習でね、タイミング試してみて、使えるように、ね、なっていただければと思います。はい、じゃあまずはね、そもそもギャロップステップって何なのかっていうのを林コーチにやってもらおうかなと思います。このギャロップステップっていうのは自分のマークマンが抜けた後ですね、ヘルプディフェンスが出てきたところで、使うような、スキルになってます。ユーロステップとかと、同じような類の技ですね。はい、じゃあ実際にちょっとやってもらいましょう。はい、ちょっとね、画面見切れちゃってたかもしれませんが、ちょっとね、スローで見てみましょう。はい、いかがだったでしょうか。これがギャロップステップっていう、まずそもそもステップですね。で、最後林コーチ、止まりましたが、普段の試合だったらあそこでもうシュートを打つみたいなイメージです。はい、じゃあ実際にちょっとディフェンスをつけながらね、解説をしていきたいなと思います。はい、じゃあね、実際にやっていきます。で、林コーチいます。で、林コーチの前にコーンが置いてあります。で、僕がヘルプのディフェンスです。参戦のディフェンスですね。林コーチがボール持ってる状態なので、僕が参戦ですね。この辺のセンターの選手に僕がついているディフェンスだとしましょう。はい、で、ちょっとね、ゆっくり、やるタイミングだけ解説していきますね。林コーチがドライブしてきました。1人目を抜きました。抜きました。で、このタイミングで多分ここのヘルプのディフェンスが出てくるんですよね。この辺ですかね。この辺に出てくると思います。で、もう1個ぐらいドリブルをついたタイミングでギャロップステップをして、この人をかわしてシュートまで持っていくという感じですね。はい、じゃあ実際にちょっとやってみます。Go. Okay, nice shoot. はい、こんな感じですね。じゃあちょっと今のをね、スローで見てみましょう。はい、こんな感じですね。後ろから見た映像。じゃあ次ね、横から見てどんな風になってるかですね。ディフェンスがどういうタイミングで、こっちから取るので、横からね、見ていただいて、ディフェンスどういうタイミングで出てきていて、ディフェンスが どのタイミングになった時にギャロップステップを踏んでるのか、でギャロップステップが横から見た時にどういうステップになってるのかっていうのをね、確認していただければと思います。はい、じゃあね、この位置からね、見ていただきたいと思います。この辺にディフェンスが出てきて、ここでね、林コーチがギャロップステップをしてシュートを打つので、かなりね、見えやすいかなと思います。はい、じゃあ行きましょう。 OK、 ナイス、いいですね。はい、で、横から見た映像もちょっとね、スローでね、見てみましょうか。こう、僕がどのタイミング、ヘルプディフェンスがどのタイミングで出てきていて、それをね、判断してどこでギャロップを踏んでるかですね。このタイミングがすごい重要です。はい、いかがだったでしょうか。スローで見るとね、すごく分かりやすく、どのタイミングで、飛び越えるのか、相手を、ギャロップステップを使うのかっていうのをね、見れたと思います。じゃあね、最後に、林コーチ、身長いくつだっけ。164です。164です。やばいっすね。やばいっす。バスケットをやっている人の中では、かなり小さい部類ですね、身長的に。基本的にはガードポジションを、ずっとやっていたような、選手時代はね、そういうプレイヤーだったので、上を通すと相手がでかいと
結構ポロンってなんかちょうどいい位置に来ちゃったりするんですよね。まあ、僕はあんまりそんなにめちゃくちゃ身長でかくないのであれですけど、これ例えば僕が190とか195の選手だとすると、林コーチが上を通すとなんか多分ちょうど顔の前とかにボールが来るんですよね。なのでポロンって取れちゃうわけですよ。なので、まあ、あの身長が、ね、あんまり大きくないんだけど、上を通さないで、まあ、どういう風に通してシュートまで行けばいいかっていうのを、ね、ちょっと林コーチにやってもらおうかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。まあ、ギャロップステップね、踏むときに、まあ、上を通すっていうのが、まあ、基本的なね、ギャロップステップのやり方にはなるんですが、まあ、あんまりね身長大きくないんだよなっていう選手に関してはちょっと後ろを通してみたりとか、まあ、あとはねもうボールを抱えちゃうっていう人もいますね。ちょっとじゃさらっとやってみますね。それもボールをもうこうギュッて抱えちゃう感じですね。はい、やってみましょう。こんな感じですね。まあ、シュートちょっと外しましたけど、まあまあいいでしょう。ボールをしっかり抱えて相手に取られないようにしたりとか、まあ、後ろを回したりとかで、こう後ろを回すか抱えるか上を通すかっていうのは相手の状況とか、まあ、あとね、後ろに人がいるのかどうかとかっていうのもね関わってくるかなと思うので、まあ、そこもね、全体像をしっかり把握した上で、何を選択するのかっていうところが、まあ、面白いところかなと思いますので、ぜひね、チャレンジしてみていただければと思います。はい、いかがだったでしょうか。まあ、今日ね、ちょっと最後の方は応用編だったんですけれども、まあ、基本的なね、ギャロップステップのやり方と、あとはね、ギャロップステップをどのタイミングで使うのかですね。で、今日、そうか、ギャロップステップの、まあ、やり方についてそんなに丁寧に解説はしてないので、ギャロップステップのやり方についてはちょっとね、下の、まあ、概要欄かコメント欄に、僕が多分一人で撮った動画があるので、それね、貼り付けておくので、そもそもやり方がよくわからないっていう人はね、そちらを見ていただいてから、まあ、この動画ねもう一回見るとかっていう風にしていただくといいかなと思います。それではありがとうございました。ありがとうございました。違うわ、終わっちゃった違ったそれでは、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ動画にグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。下の、概要欄から、バスケ上達プログラムということで、ミニバス特化型のプログラムだったりとか、あとはね、中高生以上向けの、スキル別のプログラムっていうのもやってますので、ぜひねまだチェックしてない方はチェックしてみてください。それではありがとうございました。ありがとうございました。